ムラガが本隊ハサイを率いてエルデラの追撃に入っただと？はい。リオニスの動きならば読める。ウェズエットに助けを求め攻撃に転じる心づもりだろう。父上、ことが早く進みすぎておりませんか？このまま戦に突入すればサーダリーやムラガの思うツボ。とはいえ宿敵ウェズエットを撃つのに絶好の機会であるのは間違いのないところだ。下せぬのはムラガの動きか。なぜ同盟相手の我らに何も告げずウェズエット領へ？我らがおらぬ方が都合が良いということでしょうね。どうした？父上、申し訳ありません。嫁入り道具にと授かった遺物の首飾りをモントに。そのことはムラガは知っておるのか？抜け目ない奴のことですから、おそらくは。加えてモントはリオニスの持つ古代の遺物も手にしておりました。もしもムラガがエルデの軍を打ち破るとなれば、二つの古代の遺物を手に入れることとなりましょう。それは厄介であるな。何とかせねばならんぞ。私にお任せください。ドラードとサリアか。第二部隊の総令ならば適任かもしれぬな。では急ぎ出陣せよ。はっ、お任せください。見送りはここまででよいぞ。何言ってんのよ。私も一緒に行くわ。ダメだ。ダメって言われてもついてく。だって兄様と離れ離れになりたくないもの。サリア、これは任務なんだぞ。だから行くのよ。兄様だって私の実力よーく分かってるでしょ。それは認めるが。じゃ、決まり。で、やっちゃうつもり？やるだと？何を？モント君を助けるかどうかってことよ、鈍いわね。リオニスに味方するということか？だってマシュリー様、モント君に恋してるんでしょ？すぐにピンときたわ。ああ、そうかもしれんな。だが、我らホルンはフェネスと同盟を組んでいるのだぞ。ぷぅ、じゃあリオニスと戦うわけ？そこは微妙だな。我らの任務は古代の遺物の回収。それを邪魔する者がいれば排除することになるだろうが。ってことは、ムラガに古代の遺物を奪われそうになればいいってことよね。お前そんなにムラガのことが嫌いなのか？兄様だってそうでしょ。とはいえロブ様もそこまではお望みではない。追撃を失敗させて痛手を負わせるぐらいにしておく。
んで満足なの？いずれはムラガとシユを決する時が訪れるだろう。だがそれは今じゃない。いいな、暴走するなよ。それが今回同行する条件だ。チェー、分かったわよ。ねえ、ミーム。はい、何でしょうか。この道で本当にいいのかい。余計な心配は無用だぞ、モントよ。案内は土地に明るいものに任せる鉄則であろう。はい。奴らに追いつかれる前に何としても山を越える。今はそのことのみに集中しておればよいのだ。どうしたんだいモント様、納得のいかない顔してるけど。僕はウェズエット城へ行ったことがあるんだ。ああ、確か3年ほど前だったね。行く時も帰る時もこの道は通らなかった。まさかあのミーウという村娘が嘘の道案内をしてるとでも。むやみに人を疑うべきじゃないのはよくわかってる。でもやっぱり納得できないんだ。気のせいってことは。もう一つ、僕があの村を訪れた時ミーウはあの村にいなかった。どうするねモント様、私があの子の口を割らせてもいいんだよ。いや、もう少しだけ様子を見よう。いいのか、手遅れになるかもしれないよ。頼む、僕を信じてほしい。わかったよ。ホルンの軍勢がこちらに向かっているだ。はっ、派遣されたのはどうやら第二部隊の総令のようです。ロブメ、余計なことをしやがって。ホルンとは同盟を組んでいるのだろう。援軍をよこすのは当然ではないのか。ふん。何が文句あるのだ。オルン軍もいればウェズエットが挙兵しようと跳ね返せるであろうよ。貴様には関係のない話だ。俺にはわかる。へえ。古代の遺物を奪う、それが目的だ。違うとは言わせぬぞ。くっ、図星かよ。だとしたらホルンの奴らは邪魔だってことになるな。ホルンの第二部隊総令か。そいつら強いのか。当然であろう。特に総令を率いる赤魔道士アドラードは腕が立つとの噂だ。面白いな、そいつを俺にやらせろ。本気で言っているのか。文句ねえだろ。ホルンなどに興味はない。だがエルデに手を出せば貴様も殺す。おいおい、穏やかじゃねえな。
なんだ貴様らは。ドランドとガーガス、サーダリー様の配下の者だ。へえ。俺たちの言うことはサーダリー様のご命令だぜ。そこんとこよく肝に銘じとけなあ。なんだそこの小僧、不満そうな顔してよ。サーダリー様に目をかけられて調子に乗ってるんじゃねえかなあ。お前らが誰であろうとどうでもいい。え？なんだと？だがエルデには手を出すな。いいな。嫌だと言ったらどうすんだなあ。殺す。へえ、自分の立場ってもんがまだ分かってねえようだな。ちょいとばかし、痛い目に合わせてやろうかなあ。かまわん、かかってこい。魔物相手に数々の武功を打ち立てたっていうが、人間と戦った経験はあんまりねえんだろうな。どいつもこいつもお前のことを買いかぶっていやがる。その化けの皮を剥がしてやるぜ、今ここでな。なあ。ふざけやがって。俺たちを本気にしちまったな。なあ、そこまでにしておけ。分かっているはずだ。シテルを傷つければ。それは分かってるさ。だけどよ、そういうあんたはどうなんだよ。宿敵なんだろ、リオニスの奴らは。なあ。ああ、そうだ。だからシテルを使うことにした。エルデが実の息子に無残に殺される。それを想像して気が変わったのだ。そうかい。じゃあエルデを始末したら文句ないわけだな。なあ。好きにしろ。おい小僧、そういうことだ。早いとこエルデを撃ってくれ。お楽しみはそれからだ。なあ。その首飾りがどうかなさいましたか。預かったままなのを忘れてたんだ。それが心残りで。心残り、なぜですか。マシュリーに何かあったらそう考えてしまうんだ。そんな時にこの首飾りがあれば助かるかもしれないし。どうして笑うんだ。マシュリー様はモント殿の身を案じてそれをお預けしたままなのです。僕の身を案じて。マシュリー様はご不安なのです。モント殿のその優しさが。父上と同じようなことを言うんだな。宣告同行することになったミンウ、それからウェズエットのグラセラ、モント殿はどうやら女性に好意を持たれやすいようです。そんなことないよ。
その首飾りを見るたびに自分を思い出してほしい。マシュリー様はそうもお考えなのでしょうね。そんなことしなくても忘れないよ、絶対に。どうしたんだ？そういえばミングという村娘のことですが、私はどこかで彼女と会ったことがあるような、そんな気がするのです。一体どこだったのか。リオニスも舐められたものですな。シュテル様を人質に取ったことでリオニスの全てを手中に収めたと思っているようですぞ。黙って歩け。断ったら痛い目に遭わせて。どういたしますかな、ヘレナ様。リオニスの誇りを見せてやるべきかもしれませんわね。そうですね。なんだと。本気か。こうなることをお主らも望んでいたのではないか。先刻あのようなことがあったのに、それでもなお武装解除しない。今度こそ我らを始末しようと、そういう腹だな。そこまで分かっているのなら話は早い。覚悟してかかってこい。では遠慮せぬぞ。口ほどにもありませんでしたな。さてと、これからどういたしますかな。アンビル城へ参りましょう。エルデ様を追うのではなくアンビル城へ。ええ。アンビル城といえば確か戦王の時の主城でしたか。ええ、フェネスとの国境付近にあります。しかしあそこはすでに打ち捨てられ廃城となっているとか。我らはあの城を捨てたわけではありません。あの城の地下にはまだいくつもの遺物が眠っているのです。なんと古代の遺物が手に入ればこの不利な戦況を覆すことも。急ぎましょう。早くロブ様にお知らせしなければ。残念だがそれはできんぞ。お前たちは。雷竜様の言った通りだ。ここで息を殺していれば必ず貴様が現れると。今度は逃がさぬぞ、覚悟しろ。